見てみるか。
よし。Thank you.
ことだろ。Thank you.
説明する。はい。よく聞け。話しかけないのか？え？さっきからずっとクレアのこと気にしてるだろ。何か用があるんじゃないのか？少し見ていただけです。確かめたいことがあって。どういうことだ？リリーに続いて、アル、そしてルシルまで失った感情がきっかけで暴走しました。だからもしかしたらクレアたちも何かしらの感情が欠けてるのではないかと思ったんです。同じ NPC ですから。なるほど。確かにその可能性は高いかもな。もし本当だとしたら、前もって失った感情の検討をすることで今後の対処方法を考えられるかもしれない。ええ。できれば苦しまない方法で感情を取り戻してあげたいんです。みんなのあんなに辛そうな姿はもう見たくないから。ああ、そうだな。それでクレアを見てたのか。はい。最初はセリカを観察してたんですが、彼女は感情が豊かなので分かりづらくて。クレアなら何か分かるかもしれないので、もう少しこのまま観察を続けようと。あれ、クレアはどこに？さっきまで戦闘にいたと思ったが。ここだ。クレア、いつの間に私たちの後ろに？いつまでも来る気配がないからこっちから来てやったぞ。何のことですか？あれだけ熱心に見ておいてごまかしても無駄だ。言っておくが、私はあいつらのように急に暴走したりはしないぞ。何の感情も失っていないからな。鋭い。ルシルのことがあったばかりだ。何を考えてるのかくらい想像がつく。じゃあ単刀直入に聞くが、何も思い当たる節はないか？心配されつとも必要な感情は全て揃っている。くだらないことに頭を悩まさず、今は魔石を奪ったマーターズを探し出すことに専念してほしいものだな。わかりました。ありがとう、クレア。ああ、次疑ったら罰金を取るぞ。え？
やっぱり私の取り越し苦労だったんでしょうか。本人に心当たりがないなら本当に何も失ってないのかもしれません。クレアには基本的な喜怒哀楽がありますし。ああ、それに有り余るほどの欲望の感情もな。そうですね。しばらく様子を見てみるか。推測が外れてるならそれに越したことはないさ。はい。何かあるの？大丈夫、落ち着いて。多分な。永遠に探してみよう。気を抜くなよ。